今日も一日お疲れ様でした。皆さんはついついよく食べてしまうものありますか？メーテルアナウンサー小松崎花です。毎日することズバリアイスを食べることです。わかる。1日1アイスはもちろん、気温が高い日は1日3アイスなんて日もあります。それはすごい。必ず帰り道にコンビニエンスストアに寄って買うんですけれども、だいたい濃厚なチョコ系を買うことが多いかなと思います。でアイスが溶けないように急いで帰り道も早歩きで帰って、まず冷房をつけて楽な格好に着替えて、録画したドラマを見ながらアイスを食べる。もうこの時間が至福でたまらないです。食べてる分運動しなきゃなとも思いながら、1日で私が一番好きな時間なんですね。ちなみにもちきさんとウルフィーの好きなアイスはどんなアイスでしょうか？あ、私はねチョコとかナッツとか入っているアイスが好きですが、今年はより暑かったからか果物のさっぱり系をよく食べたかな。ウルフィーは全部好きだね。今日も地元にメロメロ。